皆さんこんにちは、競馬女子白雪です。今日は中山競馬場からこちらの企画をお送りします。競馬女子白雪の副賞転がし in 中山競馬場。まずはルールの説明から。購入金額は1000円からスタートします。オッズはできるだけ 1.5 倍以上のお馬さんを狙います。払い戻し金額が1万円を超えたらゴールとします。これまでに3度挑戦しているこの副賞転がし、1度目は心目9700円を牛沢騎手に託したところで失敗、2度目は最終レースを的中するも8200円で終了、3度目も心達成まで行ったのですが9760円で終了とゴールの1万円まではあと一歩でした。冬の中山競馬場に舞台を移して、今回こそは1万円達成できるよう頑張りたいと思います。今日の対象レースはご覧の通り、中山8レースから最終12レースまで計5クラでチャレンジしていきたいと思います。それでは早速中山8レースの予想に参りましょう。3歳以上1勝クラス、ダート 2500m、 なかなか珍しい舞台設定です。まず目についたのは9番クロスザルビコン。ダート 2400m の持ち時計1位の馬さんです。ただ一番人気ですし、副賞オッズは 1.3 から 1.6 倍なんですよね。もう一頭気になったのは、前走久々のダートで2分37秒3の高時計を記録した10番ボンベール。こちらの副賞オッズは 1.4 から 2.0 倍です。ここは悩ましいところですが、10番ボンベールを選びたいと思います。ルーキーの小林翔太騎手の思い切った騎乗に期待しましょう。それでは副賞1000円を購入していきます。この1000円がどこまで転がっていくのでしょうか。購入完了しました。さあ、いよいよスタートです。見事に10番ボンベールが前を捉えて1着となりました。長距離戦ではありましたが、小林翔太騎手素晴らしい騎乗でした。さあ、注目の配当は、副賞は140円。ここは人気どころの決着だったのでしょうがないですね。続いては9レース、千葉テレハイ、芝 2000m です。ここも一番人気の5番ハイエスティームは有力そうですね。前走同じ中山の 2000m 戦で1分59秒8の高時計を残しています。もう一頭悩んでいるのは3番の A プラス。こちらは2走前に
中山の1800メートルで高度計を残していました。ただここはハイエスティームに託したいと思います。前半からペースが流れそうですから、スタミナを生かした競馬に期待しましょう。8レースの当たり馬券で9レースの副賞1400円を購入します。ここはまさかの大敗となってしまいました。悩んだ3番 A プラスは2着でしたから、こっちを選んでおけば。悔しいですね。ここで一息、カツカレーを食べて験担ぎといきましょう。キングエモンさんのカツカレー、とっても美味しそうです。やっぱり青空の下で飲む生ビールは格別ですね。キングエモンさんは大阪の有名なラーメン屋さんなんだそうで、カレーにもスープの旨味が効いていてとっても美味しいです。続いて10レースのシワスステークス、ダート1800メートルです。ここも一番人気のベストリガードは強力そうですね。6戦連続連帯中で持ち時計もありますから、副賞 1.1 倍は納得です。ただこれではつまらないので、ここは1番バルツアーシャルに期待したいと思います。前走の武蔵野ステークスでは、三浦騎手がわざと追い出しを待つような競馬を試したのですが、7着という結果でした。ただ、時計自体は良かったですし、このメンバーならチャンスは十分にありそうです。それではまた1000円から再スタートです。菅原明騎手の騎乗に期待しましょう。見事に2着でゴールしました。素晴らしい末脚を見せてくれましたね。それにしても断然の一番人気だったベストリーガードは4着だったので、配当がちょっと楽しみですね。注目の配当は、福
勝 6.3 倍となりました。1着が7番人気で3連単も26万馬券となりましたから、副賞も想像以上の配当になりましたね。これで一気にゴールの1万円が見えてきました。中山11レースカペラステークスダート 1200m です。突然購入金額が6300円になって、一気に緊張感が増してきました。印をつけたのは1番人気の竜の雪菜と2番人気のテイエム特急、この2頭です。竜の雪菜はこのカペラステークスを過去2年連続で2着に入っており、持ち時計の1分8秒9もメンバー最上位です。対するテイエム特急は3走前に同じ中山の 1200m で33秒7、36秒3という超ハイペースを逃げて完勝しています。11レースですから、ここで外せば1万円は絶望的なので、本当に悩ましいですね。ここは1番人気柴田義富先生の竜の雪菜にかけたいと思います。57歳と8歳馬、熟年の経験と技に期待しましょう。16番竜の雪菜、副賞6300円を購入しました。竜の雪菜と先生に祈りを届けます。接戦でしたが、どうだったでしょうか。いかがだったでしょうか。カペラステークス勝ったテイエム特急は副賞 2.2 倍だったので、こちらを選んでいれば1万円達成でした。4度目の挑戦でしたが、なかなか1万円のゴールは遠いですね。ただありがたいことに、この副賞転がしは好評をいただいていて、コメント欄でもまたやってほしいとか、他の競馬場でもやってみてくださいと言ってもらえていて、とっても嬉しいです。次回こそは1万円達成できるよう、諦めずにまたチャレンジしたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。